ここはグランパルスの遺跡みたい。ボーダムと同じ遺跡なのか。首都のすぐそばに。国運の連中はうちらを怖がってる割にバルスの遺物を大事に隠してるんだな。ダイスリーが見せようとしたのはここなんでしょうか。ルシに現実を突きつける場所か。使命ってダイスリーの言った通りなんでしょうか。ラグナロクになってファルシオーファンを倒し国運を滅ぼす。ビジョンをそのまま解釈するよ。そうだよな。振り出しに戻るってか。きついぜ。ヒーローさん、応答願います。ダイスリーは僕らの使命を果たさせたいのかな。そうらしいな。俺らの使命が何なのかご丁寧に教えてくれやがったぐらいだ。でもそれっておかしくない？国運のファルシなのに国運を壊したいの？僕たちの理解を超えた偉大なるファルシの計画ってやつでしょうか。ん？ほらスノー、なんか言えっつうの。さあ行こうぜ。ごめんな姉さん、俺は間違ってたらしい。セラの使命のことか。悩むなんてお前らしくないな。バカだって悩むんだぜ。セラと一緒に国運を守るんだろ。無茶でも信じれば支えになる。だからここまで来れたんだろ。だけど俺は。ああ、思い込みが激しくて勘違いするわ。自分をごまかすわ。とんだ大バカ野郎だったな。でも私は救われた。セラを信じて前に突き進んだお前を見て私も信じてみたくなったんだ。セラ、何か言ってくれよ。国運にこんな場所があるなんて。気味悪いな。この施設の名前さ。遥か昔グランパルスを切り開いたファルシたちは世界の外からの侵略を恐れた。外なる敵との戦いに備えてファルシはあらゆる兵器を生み出しアークに収めて世界の各地に封印した。グランパルスじゃ有名な伝説さ。ここはパルスの武器庫ということか。こんな話みんな信じてなかった。アークを探した奴はいたけど
誰も発見できなかったんだ。まさかコクーンの中にあるなんてよ。ファルスの軍事基地だ。物騒なもん隠しやがって。政府の連中め、何に使うつもりだ。それだけじゃない、もう一つ、アークには別の役割もあるって話だ。ルシの中に眠る力を叩き起こす。ダイスリーの狙いは私たちの力を強めることか。また一歩化け物に近づいたってか。戦うための力を得たって考えましょう。そうだよ。なんだ。また来やがった。まずいな、あっちへ。こうなったら進むだけです。生きてるな、こいつら。政府は戦争でも始めるつもりなのか。レインズ。安心しろ、こいつは政府の軍人だけど俺たちの味方だ。なんでここにいる。何者だ。君らを導く、それが使命だった。ルシだったのか。君らに出会うずっと前からね。ファルスのルシに手を貸せと政府のファルシに命令された。この意味がわかるか。ファルシは常に君らを見守り、密かに手を貸していたんだ。君らを何度も救った奇跡も、その正体はファルシの援助。なぜならば、ダイスリー、いや、バルト・アンデルスは、君らがコクーンを破壊することを望んでいる。まんまと引っかかったってわけか。コクーンのファルシが、なんでまた。神を呼び戻すため。神って、人間やファルシを作ったとされるかの神だよ。遥か昔、神はファルシと人間を残しこの世界から立ち去ったという。人間とファルシはいわば神に捨てられたみなしごの兄弟だ。見捨てられた人間はやがて神の定めた秩序すら忘れ、仲間同士で殺し合える稀有な存在となった。このすさんだ世界を再建するために、今一度神を迎える。それがファルシの真の目的だ。神を呼び戻すために神にふさわしい教義がいる。それでコクーンの破壊を。コクーン数千万人を皆殺しにして命を捧げる。叫んな。どうして僕たちに頼る。ファルシならその気になればコクーンを壊せそうなのに。コクーンを創造し維持するために存在するファルシだ。コクーンを傷つけることはその使命に反する。つまりコクーンのファルシはコクーンを破壊できない。それで僕たちも。私たちにしかコクーンを壊せないなら壊さなきゃいい。君らならそう言うと思っていた。騙してたのか。
国運を人間の手で再建するって夢はどうした？全部嘘だったのかよ！夢の残骸さ。私が人間だった頃の。人による政府を願い、政府内で夢を叶える力を手にしたところで、ルシにされた。力を与えられるだけ与えられ、道具にされた哀れな傀儡だよ。消えたのはファルシではなく、私だった。ずっと、ファルシの命令に？ルシなど、使命という名の糸に裁かれる、操り人形に過ぎない。もう二度と、夢を見ることなどないと思っていたのだがね。どういう意味だ？私がここに来たのは、命令を受けてではない。君らを見て、思い出したんだ。懸命に掴もうとしていた未来を。私も、使命に挑んでみよう。ここで君らを倒せば、ファルシの計画を止められる。レインズ！残された全ての力を持って。君らを撃つ！レインズ。私が求めたのは一瞬の輝きだったのにな。結果はどうあってもいい。君らはせめて貫いてくれ。信じていた道を。使命を果たしたのか？そうじゃねえ。レインズはレインズなりに本気で国運を救おうとしたんだ。だったら。おい、スノー。レインズはきっと私たちに伝えたかった。ルシとして与えられた使命に縛られる悔しさ、人として残された最後の意志を。戦いだけがルシの定めか。道が消えた。崖の下はどうなってんだ？伝説の通りなら迷宮だね。ルシの力を鍛える訓練場さ。グランパルスの兵器と魔物がうようよだ。進めば国運を壊す化け物か。とどまってりゃここで死骸だ。出口はどこだ？出口なんて鼻からないんだろ。上等だ。俺は決めたぜ。死骸になっちまうとしても、その瞬間までセラに胸張れる道を選ぶ。
俺、セラの涙は別れの涙だって認めたくなかった。だから必死でセラを探してた。バカだよな。セラはいつだってここにいたんだ。ここで俺のことを見守ってくれてた。今ならわかる。涙の意味は使命に負けるなだ。俺らを導いてるのはファルシじゃねえ、セラやレインズ。それに本当の使命が何だっていい。俺の願いは最後まで国運を守り抜く、これしかねえ。私も守るよ。スノー、おかえり。認めねえよ。お前らが意志を貫くってなら私もだ。おい、国運なんて滅んでもいい。ルシを憎んでる連中が何人死のうが関係ねえ。仲間が死骸になるよりマシだ。お前らができねえっつうなら私だけでやる。先へ進んで力をつけて国運をぶっ壊してやる。なんで死骸になったらおしまいなんだよ。私が助けたいのは、壊れた武士なのに私を哀れもってのか。助けてくれるってんじゃねえの。ああそうさ、召喚獣はルシを救いに現れる。迷えるルシを殺して楽にしてやろうってな。迷ってから出てきたわけか。私は救いにすがる気はない。ファルシの思惑に乗る気もない。使命と最後まで戦いたい。だからファング、助けてくれないか。意志を貫いたからってことにしねえか。この先も意志を持ってりゃどうにかなるって思えるだろう。行こうねえセラ。私たちはルシだけど心を持ってる。そうだよね。空艇か。グランパルスの飛空艇だよ。アークに封印された兵器かな。
ランパルスへのゲートだ。ここが出口、パルス行きか。ダイスリーの罠かもな。今度はエデンに運ばれる？そうはさせねえ。こいつは俺が飛ばす。行き先を決めんのはこの腕だ。できるのか？グランパルスの船だぞ。任せとけって。進んでも戻っても地獄なら行ってみようぜ。行けば案外ルシの呪いを解く方法とかあっさり見つかったりしてな。それは知らないだけでできねえって決めつけてただけかもな。少なくとも今コクーンを滅ぼす危険はなくなる。行ってみる価値はあると思います。家族とは会えなくなるぞ。父さんと約束したんです。前に進んでやるべきことをやれ、何をするかは自分で決めろって。世界は嘘だらけで真実なんて誰にもわからない。だから自分で決めるしかないんだ。僕らは簡単に誰かに騙されてしまう。ルシは怪物だっていう政府の嘘を信じ込んでたみたいに。もう政府にもファルシにも使命にも操られない。これからは何でも自分で見て感じて決める。間違うこともあるかもしれない。それでも自分で納得して決めたことなら後悔はしません。よし、貫け。ポーションも応援してやる。不安ですけどね。パルスは地獄って言うし。ああ。勝手に決めんな。実際見たことねえくせに。はい。だから自分の目で見て確かめたいんです。よし。いろんねえな。おう、地獄へ出発だな。未来は残酷だよね。けど私たちはその空に確かな夢を見たんだ。運命に立ち向かうささやかな願いを。今は帰れない。あの日の空みたいに。
嘘。グランファルス